ピエトロ2世はトリーナクリア王、シチリア王。アラゴン家に属するため、スペイン風にペドロ2世と呼ばれることもある。フェデリーコ2世とナポリオーカルロ2世の娘、エレオノーラの息子。1321年に父からトリーナクリアの王位を委ねられた。実際にピエトロがシチリアを完全に統治下に置いたのは、父が死んだ1337年以後のことであった。 ベンティミリア家、パリッツ家、キアラモンティア、アンティオキア家などの勢力が知られている貴族と王家との強い対立は、ピエトロ二世の王国の特徴だった。いくつかの状況において、ピエトロ二世はこれらの家に立ち向かうことができず、大きな権力や国有地を彼らに譲ることを余儀なくされた。ピエトロ二世は百四十二年八月十五日に王国を長男のルドビー子に残し、 カラシベッタにて休止した。在位はわずか5年であった。そして、パレルモの大聖堂にある先祖フェデリーコ一世の棺に埋葬された。1323年4月23日、ケルンテン公夫3世の娘エリーザベトと結婚9人の子を設けた。コスタンツァ1352年から1354年まで、摂政。レオノーラ・アラゴン王ペドロ4世と結婚し、 マルティーノ2世の母となる。ベアトリー・チェープ・ファルツ先帝公ループレヒト2世と結婚し、ローマ王、ループレヒトの母となる。エウフェミア1355年から1357年まで、接生。ビオランテ・溶接ルドビーコ・トリナクリア王、ジョバンニ・フェデリーコ3世・トリナクリア王、ビアンカ・アンプリアス・ハクフアン1世と結婚。ありがとうございます。